人がとあの立候補するのかなっていうのが気になったので参加しました。次の世代は私たちが町を作っていかなきゃいけないので、やっぱり今はどうなのかっていうのは気になりますね。みんなが幸せで便利な町になったらいいと思っています。今月1日那覇市で開かれたトークイベント、今月末に控える那覇市長選挙を前に市内に住む小中高生が立候補予定者2人を招き、那覇の町や暮らしに関わる質問を投げかけました。どんな那覇市になったらみんなが幸せになると考えているのか。那覇市がみんなの気持ちを思いやるような市民であふれかえるような都市であるならば、非常に温かくいい町になるだろうなと。その大人がしっかりと自分の心にゆとりを持って、本来皆さんに私たちが抜けるべき愛情というものをストレートに渡せる社会を作らなきゃいけないと思っています。2人の回答に耳を傾ける子どもたち、この日に向けてそれぞれの疑問点を整理し勉強会を重ねてきました。大人ができるだけ介入しないようにということで今回の企画をやりました。子どもたちがどんどん政治に関わって、子どもたちの声が本当に那覇市政に届くという世の中になったら本当にいい街になるなと思ってます。家族とか子どもたちからは学校生活で感じた素朴な疑問も。入学の時に一人一つ算数セットとか鍵盤ハーモニカをなんか買ってくださいって言われて、2年生までしか使わないし、使わないことがもったいないなって思ったんですけど、こういうことについてどう変えていこうと思いますか。無償対象、無償で、ただで貸している学校でそのセットを持ちますよっていう学校も全国にあるの。だからこのように本当にずっと使うものは別として、そうじゃないものについては学校の中で使い勝手のいいものにしていくことも重要かなと思う。今からの時代というのはリサイクルとかリユースとか、そういう時代になっていくと思いますので、もし使ってもいらなくなったものを集めて、そこでまた次の人が使うという方法になればですね、一番理想的な形になるでしょうね。那覇市はジェンダー問題に積極的に取り組んでいて、先日の新聞でもパートナーシップ、ファミリーシップ制度のありすごいと思いました。制服の男女差がないデザインに統一、制服ではなく動きやすいトレパン走行や考察などにして、式典などの時は式服にするのはどう考えていますか。綺麗な洋服を着ている人もいたり、そうじゃない服を着ている子もいたりすると、どうしてもそういったなんか子どもたちの中で目に見えてしまうというところもあって、この制服というものは今の現状としては一定程度僕は必要かなというふうには考えています。今の現状としてはやっぱ必要だというふうに思っていますので、これを、皆さんが着たい制服に変えていけるようにしたいなと思います。都市の競争力というのがあって、その中で一番重要な要素が3つあるんですけど、その一つに寛容性というのがあるんです。どういう形のものでも受け入れる、それが一番伸びる都市と言われているんですね。私は基本的には制服にはこだわりません。制服つけてもいいですし、つけなくてもいいんじゃないでしょうか。立候補予定者の人柄や学生時代に迫るコーナーでは、ノートとペンを使って似顔絵を描いてもらいました。これはもうそっくりですよね、この優しそうな顔は。今日のためにですね、今日朝一起きて練習しました。昨日、事務所の中で1時間ぐらいやって、事務所のスタッフに諦めろと言われました。好きな乗り物は。告示まで2週間を切り、事実上の選挙戦に突入している2人ですが、子どもたちとの対話に笑顔がこぼれました。ここはどういう表現がいいのかなというのをいくつか課題をいただきましたので、またそれが市民の皆さんに、ね、伝わりやすい表現方法で伝えていこうという、まあ、いい機会になりました。日頃感じている以上のものの子どもたちが那覇市にどう思っているのかというのと、もう一つは自分たちの生活、身の回りのことについてこれだけ興味があると思う、感じれたことはとても良かったなと思っています。自分たちの暮らしを見つめ、
那覇市について考えた子どもたち。実際にイベントを通して政治を身近に感じたようです。自分の個人的な意見なんですけど、2人とも市長候補者の方は2人いいおじさんだなみたいな、なんか来年選挙権持つ身なので、やっぱしっかり一人一人のことをどういう政策でこれから取り組んでいきたいと思って候補市長になろうと思ったのかとかっていうことも考えながらしっかり投票していきたいなと思いました。さまざまな意見を聞くことで、こういう観点や意見もこの街づくりをする上で大切だったり、選挙に行く上で注目しないといけないんだなっていうのを感じました。自分だけじゃなくて家族や友達とこういう機会を得て感じたことや学んだことを共有していくことも大切なので、やっていきたいなとも思いました。那覇市の舵取り役をどんな人物に委ねるのか。未来の有権者たちは自分たちの町やいつか投じる一票についてすでに考え始めています。